えー、ちょっとね、えー、まあすらしい方なんですけど間違ったことを言ってたんで私が正しいものの考え方を教えますよね。でこれ何メートル走ったかとか書いてないけどこの比喩表現っていうのはまあ名作ですからね。 それででいいですか、えー、2分半ぐらいっていうのは大体日米欧州などから太陽を見た時に沈む速度っていうのが2分半ぐらいかかるそうなんですね。ってことは10倍の速度っていうと15秒ぐらいなんですね。で私は1 0 0ル1 5秒ぐらいで橋を駆け抜けたんだなっていう想像はつきましたね。 どうしてかこれね 100m ぐらいじゃないかなもしかしたらもうちょっと短い距離かもしれないでなぜかっていうとこれ以上の距離例えば 200m とか 400m を全速力で駆け抜けると気を失って倒,られ倒れたりするんですね下手すれば死に至ります。 ですからそういう速度ではないこれが常識的な世の中の考え方なんだよ、ね、だから皆さんもそういうふうにきちっと物事を考えられるようにならないとダメなんですねところがこの柳田っていう教授は地球の時点の速度と計算するう、ね、そうすると0.2秒だとかバカなこと言ってあのこういう。 ことを言っちゃダメだねつまりどういうことかっていうと常識っていうのはこういうものの考え方から来るわけよねだから「ああナムサ」ってやっぱりバカなんだなとかって思っちゃうわけで、えー、分かったでしょだいたい我々のこう北半球から見ると2分半ぐらいだよ2分半ってことは60120の30秒として150秒です。 で150分の10倍だからえー、1500ってそこじゃないよね10倍の速度で走ったっていうんだからじゃあ15秒ぐらいなんだろうなとで何メートルぐらい15秒で走ったのかな200メートルは無理だよねでも100メートル15秒ってうと確かに全速力で走って速い速度ですよ こういうふうにそれがあのこういう名作を読める読解力のある方のものの考え方と分かりましたお分かりになりましたか皆さんはい以上です。